こんにちは、雑貨屋文具大好き西野隆二でございます。本日も東急ハンズ広島店にやってきております。まず今日僕が紹介したいのはですね、こちらでございます。カトラリーですね、フォークやスプーンやナイフ、普段使いはもちろんですけれども贈答用におすすめですよね。中でもですねこちらでございます、ショベルスプーン。これはシャレが効いてて面白いですね。自分で使ってても生活が豊かになるんじゃないかなと思います。今日もいろいろと商品を紹介していきたいんですけれども、こちらの方に手伝っていただきましょう。どうぞ。はい、こんにちは、東急ハンズ広島店の岡本さんです。よろしくお願いします。お願いします。ジャパンイモーションがおすすめする日本の面白グッズ、便利なアイデア商品やお土産に最適なグッズも登場しますよ。さあ奥本さん、はい、まずは何を紹介してくれるんですか。まずはお茶になります。このコーナーがお茶になるんですけども。お茶ですか。はい、いやいやいや、お茶よく飲まれますか。いや、お茶飲みますけど、お茶を今更テレビで紹介したところでと思いますよね。思いますよ。はい、で、はい、見ていただきたいものがあるんですけど。おお、何でしょうか。こちら犬茶と猫茶になるんですけど、はい、犬茶と猫茶。はい、いやー今さらね、お茶、静岡県産の緑茶ですね。はい、ティーバッグなんですかね。ティーバッグです。ちょっと、うん、ティーバッグですね。ティーバッグがまあ出てきました。わっ、犬だ。ちょっと待ってください。これ犬がおそらくこれおしっこしてるとこですね。これティーバッグの持ち手が犬になってるんですね。はい、これは面白いじゃないですか。しかもまあお茶は利尿作用がありますから。そうですね、ということでね、はいはい、ちゃんとワンちゃんもおしっこしてるんでしょうね。なぜここを切り取ったんでしょうかね。あ、これ面白いですね。はい、そうなんです、ティーバッグのタグが犬の切り絵になりました。可愛い犬の姿6種類を楽しめます。こだわりの立体ティーバッグには静岡県産高級緑茶、旨味だけでなく可愛い犬のシルエットも楽しめます。また犬だけではなく猫茶もあります。こちらも猫の切り絵で可愛いシルエットですね。あとは、はいはい、他にもいろいろあるんですけど。お茶、お茶、ほう、このちょっとへんてこな絵が描いてある。え、茶柱縁起茶。縁起茶です。これで入れると絶対茶柱が立つんですか。はい、立ちます。まあね、日本では茶柱が立つと縁起がいいって言われますけれども、うん、それで茶柱縁起茶って言うんですね。そうです。いやー本当かな。僕もうね、一日一杯お茶飲んでますけれども、茶柱が立ったことなんて1回か2回ですよ、人生の中で。絶対立つんですか。出します。ちょっと試してみていいです。はい、ぜひ。日本では茶柱が立つと縁起がいいと昔から言われていますが、本当に茶柱が立つのか。おお、お、ほらほら、茶柱立った。縁起がいいですよね。縁起のいい茶の味は？おいしい。朝これでお茶を飲むと一日いいこと起きそうですね。そうですね。うん、幸運を呼ぶ日本のお茶、お土産にぜひいかがでしょうか。日本で人気のカプセルトイをご紹介。その種類の多さに外国人旅行客もびっくり。ガチャガチャポンポン。本日僕がチャレンジするガチャガチャはこちら、キノコとアマガエル2でございます。キノコとアマガエルですからね、1で終わりそうなものですけれども、まさか2が出るとはね。大人気なんでしょうね。さあどれ行こうかな。主役はアマガエルですね。アマガエルのだからこう膨らんでるやつがいいですよね、この顎のところが。ちょっと待って、どう、
お来ましたね。わ、これいいよ。かわいいわ。キノコとアマガエルは合いますね。すごい相性がいい。これはね、カバンにつけちゃおうかなって思ってます。やりました。カラフルでポップなキノコとアマガエルの共演、ぜひ手に取ってください。続いてはリュウジ君が発見した面白グッズ、見て使って嬉しいグッズを紹介しますよ。さあ、続いて僕が紹介したい商品はこちら、フェイスパックコーナーでございます。歌舞伎ものや他にもさまざまなキャラクターもののフェイスパックがあるんですけれども、今一番おすすめなのはね、こちらでございますよ。ちょっとついてきてくださいね。これすごいですよ。じゃーん、日本酒のフェイスマスク by 菊政宗。この菊政宗っていうのは日本の酒造メーカーなんですけれども、百聞は一見にしかずでございます。ちょっとやってみましょう。えい、うわ、すごい香りがすごい。日本酒の華やかな香りが顔全体を覆ってくれてる感じですね。あー、なんかすごいいい気分ですよ。さあ、撮ってみましょう。おお、どうですか。あ、すごいしっとりした。これはいいわ。興味ある方はぜひぜひ使ってみてください。ふんわり柔らかく肌触りの良いシートが顔を優しく包み込みます。ぜひお試しを。さあ、岡本さん、はい、続いてのアイテムは。続いては手ぬぐいです。手ぬぐいですか、はい、いいですね。たくさんあるんですね。そうですね、これはぬぐうっていうブランドの。ほうほう、手ぬぐいです。あ、はい、ぬぐうっていう手ぬぐいのブランドがあるんですね、はい。あ、こちらですね。そうです、ぬぐう。おしゃれ。岡本さん、おすすめの柄とかってありますか。はい、私は一番目を奪われたのが、目を奪われたこの歌舞伎のフェイス柄。ほう、うん、日本らしさもあっていいですね、うん。へえ、この辺すごいですよ。鹿が雲様なんですけどね。おしゃれですね。はい、そうか、こういうのもあるんだ。手ぬぐいは顔や手を洗った後の水を拭いたり、入浴の時に体を洗うための木綿の布です。あー、この辺もいいですね。すんごい日本っぽい浴衣とか着物の帯の柄みたいですね。身近にこう日本を感じられるね、はい、アイテムかなと思います。これでも新しい日本のマスコットなのかな、パンダねえ。もともとまあね、中国からのパンダですけれども、うん、ね、日本人が大好きですからね。大人気ですね。ねえ、はい、手ぬぐいって、はい、読んで字のごとく、はい、手を拭くっていう使い方だけじゃなくて、はい、いろんな使い方ができるんですよね。そうですね、うん、はい。例えばどんな使い方ができますか。例えば、このお弁当箱を包む。はは、なるほどなるほど、はい。あと、バンダナ代わりにもなりますもんね。そうですね、カバンなんかにつけても可愛いですしね。はい、うん。あ、これはティッシュケースですね。へえ、そうか、はい、結構大きさがありますから。そうですね、本当にいろんな使い方できますね。風呂敷としてもお使いいただけますし、はい、こういったバッグ、へえ、柄もいろいろありますから、はい、その用途に合わせた柄っていうのも選んでいきたいですね。そうですね、手ぬぐいいいですね。はい、いろんな使い方ができますからね。はい、こう何個あってもいいですし。そうですね、お土産に、うん、そしてプレゼントにも最適ですね。ぬぐいには小物もたくさんあるんですよ。こちらはポーチ、そしてこれはペットボトルのケース。カラフルで可愛いですね。さらにこちらはメガネケース。手ぬぐいの色合いや柄が見事に生かされています。皆さんもぜひ東急ハンズに旅の思い出やお土産を探しに来てください。岡本さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
ています。